お集まりの支持者の皆様、誠にありがとうございます。心より御礼申し上げます。ありがとうございます。那覇市長選挙出馬を決意するとき、私が頭に描いてたのは一つでございます。どうやればみんなの気持ちが一つになるのか、到底自分一人ではできません。今回の選挙戦を通して、まず皆さんがお互いの立場、考えを少しずつ譲りながら、譲歩していきながら、知念悟のところに行こうかということで集まってきていただいた。そしてこれが大きな輪になって、今このような形で皆さんがお集まりいただいている。もう私はそれだけで胸がいっぱいでございます。誠にありがとうございます。那覇市で本当に厳しいものがございます。32万那覇市民一人一人人生がございます。そこに寄り添いながら、一番住民に近い行政、その仕事をどうやって完成形に近づけるのか、毎日がこれの苦悩の連続でございます。先ほど城間美紀子那覇市長からもうこの言葉一点でございます。市民のために、市民と共に、これが那覇市で市町村行政の基本でございます。今回この言葉を最初から最後まで言い続け、そこに皆さんが集まっていただいた。やはりここには正義があります。これが私は次の時代のみんなの心を一つにするキーワードだと思います。まずは私自身が先頭に立ってこれを実践していきたい。そのためには私を押し上げてください。お願いします。これまで38年、特にこの20年、私にとっては激動の人生でございました。ちょっと救急車が行ってからにしますので、特にこの20年非常に激動の人生でございました。毎日が苦悩との戦いです。行政の中枢にいるということは非常に苦しいことばかりです。特に毎日当事者である市民を思い浮かべながら課題に解決向かっていく、本当にきつい作業が続きました。しかしそれを一つ一つクリアして今の私があります。そしてそれを皆さんが即戦力ということで
認めてくれました。これほど嬉しいことはございません。すべての業界の皆様からいろんなあの時はありがとう、それで来ましたよといろんな言葉を伺いました。本当に嬉しかったです。選挙に出てよかったと思ってます。とにかく私ができること、それは真摯に前向きにひたむきにがむしゃらにやる、市民のために市民と共にです。これを貫き通していきます。ただしこの選挙絶対に負けるわけにはまいりません。これだけの苦悩の連続、それが行政実績なんです。そこを分かってないとこの32万大都市運営することは不可能です。断言できます。不可能なんですよ。どういうサブがついてもダメなんです。ですから私は一歩も引きません。ぜひ投票箱が閉まるまで皆さんのお力をお貸しください。一歩一歩知念悟を押して押して押し上げて、那覇市長までぜひ押し上げていただきたいと心からお願い申し上げます。私は明日投票幕が閉まるまでずっとずっと運動を続けます。皆様も私と心を一つにしてぜひぜひ私と一緒に一票でも多くお力をお貸しください。心よりお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。大接戦。